さあ始まりました、アマチュアさんチャンネルです。10歳で大学進学か職人コースが決まるドイツと、成績が悪くても進学の夢を見られる日本の制度は優しいのかということですね。10歳で進学か、決まっちゃうってこと？ドイツはすごいですね。まあ、確かにその職業訓練のコースに行くか、それとも大学の方に行くかっていうのは、まあアメリカにいた時にドイツ人から聞いてはいたんですけど、そんなに早く決まるんですね。まあスイスの友達とかも言ってたからね、カナダに行った時スイスのクラスメイトたちだったんで、ボケーショナルな方ですね、職業の方に進むのか、大学に行くのかみたいなのは話してたんですよね。小中学校不登校急増で、日本は教育システムの見直しが求められている。まあそうね、アメリカとかだったら不登校とかダメだしね、犯罪でしょ、親が捕まっちゃうんじゃなかったでしたっけ。日本とドイツ両方の文化に詳しいサンドラ・フェリンさん。ドイツは多くの場合小学4年の時点で大学を目指し、ギムナジウムに進むか職業訓練学校に進むかが決まると。長く進学を夢見ていられる日本に比べて厳しいシステム。思春期の子が大学をスパッと諦め進路に思い悩まないのは合理的だ。なるほど。どうです、10歳でもう大学か専門学校かですね、職業の方に進むかって言われて、どう皆さん決められます？猶予欲しいよね、普通に考えたら。サンドラ・フェリンさんのドイツの女性はヒールを履かないっていう本からだそうですよ。まあドイツ人女性はちなみにイメージ持ってない人が多いですね。だから金髪で青い目っていうと、なぜか日本人はフランス人形とかってフランス人を思い描きがちなんですね。これよく授業で言うんですけど、金髪に青い目こそゲルマン民族なんですけどね、ドイツ系じゃないっていうね、言われたことあるもん、ドイツ人に。はフランス人は金髪青目じゃねえしって言われたことあります。ドイツは子を大事にするんですね、はい、日本は和を大事にするけど、そんなドイツの子ですけど文化の違いが大きいと。ドイツの学校のシステムは10歳で将来の選択をする。ドイツでは小学校1年生から4年生までの4年間が小学校なんだね。なるほどなるほど。で10歳の時点で道が分かれると。将来大学行きたい子はギムナジウム、学校に進学、そうでない子はギムナジウムには行きません。大学へ進学する必要のない職人の道を選ぶ。ハウプトシューレ。最近はミッテルシューレとも言うんだ。へえ。という学校に進学します。まあやっぱドイツ語なんでね。なんかスパイファミリーに出てくる名前っぽいよね。その場合は卒業が15歳ぐらいなので、10代半ばで一旦学校は終了。それ以降は職業訓練を受けながら職業学校に通い。ゆくゆくは一人前、その一部がマイスター、はいはいはい、なるという職人の道。そうなんですよね。ドイツとかスイスはまだこの、ね、職人の道とで大学行くみたいなのでね、分かれるっていう風に言われた。アメリカとは違うんだよみたいに言われたの覚えてますね。批判もあるけど、早い段階から将来に向けて準備ができる利点もあるよ。10歳での選択では小学校4年生時点の子供の成績、子供の性格や子供自身の意思、担任の先生や親の意見などを総合的に見て判断しますが、他の国イギリスなどと比べその選択が早いということに関しては、実はドイツの中でも賛否両論、批判的な意見としては、これからどうにでも成長するかもしれないのに10歳で将来を決めてしまうのは早すぎるのではないかという見方。その一方で10歳での選択に関しては早い段階から将来に向けて準備ができるという利点もある。日本では全員が中学生になり、多くの人が高校生になる。将来の職業的な夢に関してはまだ分からない10代の子も少なくありません。まあそれどころか20代でもそうだったりするじゃんね、大学入ってね。またそれが許されているシステムでもあると。よく言えば日本の学校のシステムは長く夢が見ていられるシステムなのかもしれない。ほう、なるほど。逆にドイツでは10歳でハプトシューレ、職人になる、または大学進学が必要ではない職に就くを選ぶと、将来大学行ったり大学を出ていないとつけない職業に就くという夢は見なくなります。早い段階での諦めがそこにあります。友達の弟、まあ、義理の弟なんですけど、あったんだけどね、僕はドイツに行った時もうその時点でだって8歳ぐらいだったっけ、あの時。じゃあもうアーコンって言うんですけど名前ねまあもう決まってるのか、今どっちに行ったんだろう。はい、早い段階での諦めがそこにあると。諦めというとどうも響きが悪いのですが、10歳で一つの道へ突き進んでいくやり方は見方によっては潔いと言われるわけ。本人はまだ思春期に達しておらず、その段階で将来への準備がスタートするということを考えると、迷いがない状態のいい意味での諦めはある意味合理的。
いやー、そうだけどね。どう思います？まあ、合理的は合理的だけどさ、10歳の段階じゃ何が起こるか分かんないじゃん。その後勉強に目覚めるかもしれないじゃん。ドイツでは10歳の子であっても周囲の大人がその子の才能や資質というものをシビアに見ていて、それに沿った将来設計をします。そこが子供に関してあくまでも努力を重視し、才能という言葉を使うことに慎重な日本との大きな違いだと思います。だってさ、そもそも10歳の時なんて私英語なんてさ全く何にも触れてこなかったわけでしょ。その時点でもう決められてたらね、その職業訓練の方に私入れられてて、英語ってものに触れずに生きてたらどうなってたんでしょうね。はい、まだわかんないじゃんっていう。日本でドイツのシステムを説明すると、10歳で早くないですかと言われることが多い。日本は確か受験という、そうね、受験がある。小学校の受験に失敗したら中学校の受験に期待し、その後は高校の受験に期待して大学受験に期待できるという長い間夢が見られるシステム。ああ、なるほど、受験はある意味そうか、夢を見られるシステムなのか。はあはあはあ、なるほどね、夢追い人でいられるってことね。ただもしかしたら私は受験を経験していないので、このようなのんきなことが言えるかもしれません。まあ確かに受験は辛いからね。ドイツだと同じ13歳でも将来の大学に向けて勉学に励んでいること、早い自立を目指し、早く職業を身につけることを目標としている子が同じ教室で机を並べて学ぶことはなく、すでに違う種類の学校で学んでいるというわけです。ドイツの社会を見てみると、ドイツの大人は自分の可能性について日本人と比べて非常に現実的という印象を受けます。そうは言ってもドイツでも最近は決断を先延ばしにするのも悪くないと考える人も増えてきていて、ゲザムトシューレ、総合学校に子供を通わせ、少し遅めに進学を決めることも珍しくなくなりました。そういう遅めの総合学校があるんだ。小学校から高校にあたるギムナジウムまで3回落第できる。ただドイツの場合年齢は厳密に区切られません。ああ、こういうのがねありますよね、海外だとね。ヨーロッパとかそういうとこ結構ある気がする。日本だともう何歳だったらこうみたいにね、何年生みたいに決まってるけど、そうじゃないとこあるよね。小学校に6歳で入学する子もいれば、親や先生がその子はまだまだ遊び足りてないと判断すれば7歳で小学校に入る子もいます。小学校やその後のギムナジウムなどでも落第はあるので、小学校で落第、卒業時の生徒の年齢もバラバラ。ギムナジウム卒業の時に18歳の子もいれば19、20歳、21の子もいると。例えば7歳で小学校に入り、その後3回落第すれば、一番若い子よりも4歳も年上になる。当然18歳と22歳では雰囲気や見た目も少し違いますが、そこに言及するドイツ人には会ったことはありません。まあドイツだったらかなり違くなると思いますけどね、成長。あ、身長高いですからね。全然女性でも170センチ超えが当たり前ですから、ドイツはね。自分より背高いドイツ人何人も会ってきましたし、ドイツ人女性ね。このようにギムナジウムの卒業時の生徒の年齢はバラバラ。その後すぐに大学に入る人もいれば、大学に入る前に1年間世界を放浪する人がいたり、1年間福祉施設でボランティアをしたり、留学する人もいる。何歳だから高校生、大学生という考え方とは無縁です。大学を卒業する年齢もバラバラです。だから結構若くして留学する人も多かったね、周りね。大学の前に留学したのはアーホン、さっき言ったアーホンのお姉ちゃんが、まあ自分の友達だったんですけど、誕生日が偶然同じだったんだけどね。その人なんかは、まあ確かに旅行がてらというか、その高校卒業、高校なのかよくわかんないけど、それの後でアメリカ留学して、でその後で帰ったら大学入るって言ってたもん。別の子はその後医大に入ったんですよ、医学部、ドイツの医学部に入る。このようにギムナジウムの卒業時の年齢はバラバラ。あ、これ読んだんだ。これはドイツでは学科によって大学の年数が違うという理由もありますが、中には個人的な理由からできるだけ早く学生生活をしたいと考え、10年以上大学をやる人もいます。できるだけ長く学生生活をしたい。もっともドイツの大学には私学校は少なく税金で成り立っているので、昔のドイツにいた何十年も大学生をやる永遠の大学生っていうのは現在は厳しくなってきて、そんなのがあった。努力は必ず報われると信じているの社会は日本だけ高みな。ドイツから日本に来て常々感じているのが、日本は努力の社会だということ。そうですね、日本では努力がとても大事にされていると様々な面で感じます。例えば日本のマスコミはノーベル賞を受賞した人やスポーツで成功した人を取り上げるときに、その裏にある長年の努力にスポットを当てることが多い。この後の勉強に関しても、一生懸命勉強すれば成績が上がる、努力すれば受かると励まします。どんな子でも頑張ればできるという信念に近いものがありますね。はい。まあ実際はそうではないことがよくわかってます。ただまあ勉強ももちろんね、努力でうまくいかない才能のところもあるんですけど、他の面よりは努力でうまくいきやすいですよ。はい、その点ドイツは前日のように子供が早い段階で将来大学に行くか否か、
将来つくかもしれない職業を視野に入れながら考えなくてはいけないのでシビア、場合によってはわずか10歳で進路の選択は迫れると。そしてどの道に進めるかは小学校4年時点の成績がものを言う。小学校4年の成績、日本の感覚からしたら酷。そうですね。ドイツはだから生まれ持った才能っていうのが重視されて、日本っていうのは努力が重んじられると。まあ努力すればうまくいけるんだよっていう、そういう考え方っていうのは、まあ日本のね、ある意味優しさであると。今から英語を頑張ればアメリカで女優になれるっていうのを夢を持つ人も多いですよね。まあ現実甘くないのも多いし、それも原因で挫折する人が多いっていうのも確かにあるかもしれないですね。日本はね、努力でうまくいくと思ってたのに、ね、そうはいかなかったって言って苦労して挫折を味わうっていう人多いね。まあ周りにもそういう人がね、まあだから慶応東大入ってってたから、そういうのあんまり見なかったのかもしれないけど、大人になってみると、ああ意外とそういう人が多いんだなっていうのはちょっとまあ思うところではありますね。皆さんはどう思われますか？ぜひともコメント欄でお聞かせください。はい、ご視聴ありがとうございました。Thank you for watching.